こんにちは、宮部ほのです。今日は私の石コレクションを紹介したいと思います。石、ちょっといい石を想像される方がいるかなと思うんですが、ただの石ころです。私の石ころコレクションを紹介したいと思います。石ころどうですか？拾ってますか？子供の時に拾ったことないですか？小さい頃から石はまあ好きだったんですけど、最近石を拾うことが増えました。私が陶芸で作っている白い守り神さんという人形を石に乗せたくって探し始めました。もともと石は可愛いなって思っていて、でも海岸とか石が多い、砂利が多いような場所が今すごくこう少ないし、なかなか遠くて行けなかったので石に気を止めていなかったんですが、探そうと思って探し始めるとまあまあ見つかったので、いくつか紹介したいと思います。これはね、すっごく丸い平らな石です。本当にただ道端に転がっていた石なんですが、もう自然な綺麗な石っていうよりは、多分庭石みたいなのが一個落ちてた感じだと思います。これはなんか公園とかそういうところで拾ったと思うんですが、すごく綺麗な色、宇宙みたいな綺麗な色が気に入ってこれは拾った石です。オレンジっぽい模様が入ってて綺麗だなと思いました。でまあ、最初に出てきたこの卵みたいな大きいやつは重かったから拾うか迷ったけど、こんな卵型あんまり海岸とかじゃない場所で見るの珍しいなと思ってこれも拾いました。これだったら何個か、何匹かこういうのを乗せられそうなので、で大きい石だからちっちゃいの乗せても可愛いなと思って拾いました。あとはちょっと大きめの平らな石、これも上に物を乗せやすいので、まあ、例えばですけどお正月の鏡餅みたいな飾りとか、お雛様のちっちゃい人形とか、そういう小さな飾りでお部屋を楽しみたい時はこういう石を探して拾ってきた上になんか乗せてもすごく可愛いので、まあ、石拾うのちょっと恥ずかしいかもしれないけど、もうあとは本当に普通の石ころで、ちょっとカクカクした四角いような石で、石のいいところは捨てられること。断捨離が私すごく好きで、まあ、どんなものもそうだけど環境が変わったりとか好みが変わったりとか、例えばさっき言ったような飾りを、クリスマスの飾り、お正月の飾り、部屋の中にそういう飾りを飾るときに、その季節が終わっちゃうと処分に困るし、取っておくにも、まあ、ほこりがかぶっちゃったりとか、なかなかきちんと保管するのって難しいので、もう必要ないなと思ったときに公園に戻せる。そういうところ、自然に戻せる、それもいいなと思って石は気に入っています。石拾い意外と無心になれるからすごい楽しいのでおすすめです。公園とかちょっと、土が多いような道とか、まあ、駐車場みたいなところ、こう田舎の駐車場だけど、なんかそういう自然が少し多めのところだとまだいい石があるかなと思っています。そんな感じで今日は私の最近集めている石コレクションを紹介してみました。ただの石ころですが、少しでも楽しんでいただけてたら嬉しいです。なんか飾るときに使ってみてください。宮部ほのでした。バイバーイ。